疲れ様です。お疲れ様です。今日バンス来たんで、たまには卓球以外。はい。で、ほら、服好きじゃないですか。はい。バンさんも。はい。で、なんかのツイッターのコメントで、冬、はい、どんな歌おすすめですかみたいな聞かれて、今お菓子着てるんですけど、はい、デーボカンガンです、今。参加します。で、今までいろいろ着た中で、何がいいかみたいな、何が良かったか話、はいはい、了解します。行きましょう、はい、ちなみに僕は今年、今バンスの僕の着てるんですけど、はい、最近ちょっと購入したこれと今この僕着てる初めて買ったこのノースペースのバルトロライトをこの2つを軸に多分行くんですよ、はい、プラス着るとしたら何だろうな、ライダースって真冬着れないじゃないですか。着れないですね、寒いですね、うん、T シャツの上からしか着れないし俺ら、ね、しカナダグースはパタゴニアとかでさ、モコモコのフリース流行ったじゃないですか、クリーム色の。流行った、流行ったです。あれの、はい、あれみたいな黒のフリースがあるんですけど、あれもアウターではない。うん。着るとしたらいいな。なので、本当のアウターとしては多分この2個しかなくて、ノースペースで今年は村田行こうかなって言ってますね。なるほど。一応去年、モンクレの、はい、ここにモンクレって書いてあるやつ。ありましたね。見ました、見ました。モンクラ。モンクラってやったんだけど、あれ。あれ着て、全日本行ったのよ。はい。去年。したら、まず、仲良くしてる、はい坂本龍介くん、はい、同じ見ました、同じで、なぜか、静岡でやってるジョイズの沢口くん、はいはい、同じ同じこれダメだかぶったってことですね。そうだから、あれもあったかったんですけど、はい、でモンクレールも来たし、カナダグースの、みんなが着てるダウン、はい、あれも一昔前着てたんで、いろいろ着た中で何が一番いいかで、バンちゃんも、だってカナダグースもモンクレもいろいろ来てるじゃないですか。来てますね。どれがおすすめかと、はい、なるほど、話をしてみます。これです、はい、ズバリ、はい、いろいろ来た中で、はい、アウター何が一番いいですか。一番いいのはノースフェイスが断然あったかい。おお、なるほどね。もう多分汗かくっすもん。それなに、冬は T シャツの上に一枚着てるの。あ、多分 T シャツの上に一枚、僕もこれ持ってるんですけど、うん、迷彩でしょ。はい、迷彩持ってるんですけど、これで電車乗ると普通に汗ダラダラになるんです。ガチで。はい、うわ、それバンちゃんだからじゃなくて、いや多分みんな誰でもなると思います。そんな暖かいんだ。はい、すごい、めっちゃ軽いっすよこれ。そう、軽くて暖かいんですよ。すごいね。はい、モンクレーとかは、モンクレーも暖かいんですけど、やっぱちょっとこう若干重い。うんうんうん、確かに。はい、でカナダグースが一番重い。あれ重いね。重いっすね。ごついよね。はい、で、ちょっと寒い。ダメだ。金額的にはダウンで言ったら、モンクレが一番高くて、2番カナダグースで、ノースフェイスが一番安いの。そうですね。これだって、定価で言ったら8万ぐらいか。7万とか8万とか。7万、8万ぐらい。ただ、なんか人気ですぐ売り切れちゃって、オークションとかちょっと高値で取引されたりしますよね。なんか、こういう色だと、もう多分10万ちょっと越しちゃう。これ、はい、マジで、はい、去年もそうだったんですよ、このグリ色ケルプタン、はい、すぐ売り切れて。これとか迷彩がするグリ入れる。いや、迷彩が一番残るんですよ。これの色と黒、あ、普通の黒が多分すぐ売り切れちゃって、うん、いや、ノーセンスらしいです。僕も今年冬過ごしてこれでどうなのかっていう。バイクとかも乗るからどうなんだろう、うん、やっぱゴアテックスっていうのは強いんかな。多分そうだと思います、ね、防風防水、はい、これもそう、防風防水なんですけど、めっちゃ薄くて超軽い、うん、軽い。じゃあインナーにパタゴニアとかノースフェイスとか、まあユニクロでもいいんですけど、うん、薄いフリースを着てこれ着たら多分普通のダウンよりあったかいんで、全然あったかいです。店員さんも言ってましたね。これめっちゃおすすめです。これね、そんな高くないというか3万ちょっとなんですけど、名前は、マウンテンレインテックスジャケットです。で、バンさんはこれの黄色買おうとしたらしいです。はい、なかったもん。もうなかった、サイズがなかったっすね。いつも何それ。ノースフェイスは S か M。 L、M。 はい、これ L なの。あ、マジっすか。うん、あ、じゃあこれ丈が短いっすよね。そう、ちょっと丈ちょうどいいじゃん、うん、で、腕は少し長いんだけど、あ、M だとここら辺。あ、俺 M 着たらなんかちょっとデカめの小学生がなんか無理してきてるみたいな感じになっちゃったから、うん、これ L です、僕のは L です。で、これが
M です。M、はい、M です。M で、これ丈ちょっと短めだよね。そうです。M でこのぐらい。ジャストですね。本当。僕バルトロ S っす。あ本当。はい。これね、肩凝らないよ絶対、うん。めっちゃ軽い。なんかこうモンクレとかカナダグースとかかっこいいんですけど肩凝るんですよ。そうそうそう。特にカナダグースとかはかっこいいんですけどね。だんだん年取ってくるね。機能性にね、そうなんですね、重視してくる。確かに確かに。ちょっと若い20代見え張ってこれモンクレだぜみたいなウェイみたいな感じだったんですけど、だんだんねなくなってくる。そういうのが楽な方がいいですね。そう、これはこの2つはマジで多分おすすめかもしれないです。これから歌悩んでると。あとおすすめの服あります？おすすめの服。めっちゃ安いのでも。めっちゃ安いの。最近ユニクロしか着ないですからね。ユニクロのウルトラストレッチジョガーパンツ。あ、いいっす。めっちゃいいよね。はい、あれ多分ね YouTube でもその Vlogger さんたちがこれはコスパ良すぎみたいなので紹介してるんですけど、ユニクロのメンズのウルトラストレッチジョガーパンツは。薄いシルエットを着れ1900円ぐらいですよね。そうそうそう、あれなんかトレーニングしてる人とか、うん、卓球のコーチとか、うん、あれ結構いいと思いますね、はい、トレーニングするときめっちゃいいです。あれはおすすめ。あとは最近買ったおすすめなんだろうな、白 T ってどこの買う？白 T ですか、うん、ユニクロかヘインズ。あ、ヘインズはもう定番じゃないですか。うんうんうん、ユニクロオーバーサイズはね、ユニクロ相当買ったんだよね。うん、最近ズボンは僕多分1ブランドしか入ってなくて、ね。どこですか？あのね、これじゃないんですけど。すごいね。ウノピュー。イエス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 。あっこはもうダンディーでかっこいい。イエス。僕映ってるのあるかな、横に白いライン入ってるやつとか鶴のマークなんですけど、1ピューって書くやつですよね。そう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 、あれ UNO って読むんですよね。そうそう、イタリアかどっかのブランドで、あれも結構いい値段するんですよね。でもあれのなんかいろいろあって、あれピンから切りそうですよね。結構ジョガーとかそのスウェット系これですよね、うん、そう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 、ほんとね、ウノピュウノウガーレトレリラックス難しいんですけど、うん、1ピュウ1とかって書いてあるやつなんですけど、ここのスウェットとかはマジシルエット綺麗だし、うん、物持ちます。何回選択しても大丈夫なので、ぜひ皆さんそこの下履いてほしいなと思います。かっこいいっすね、うん、これめっちゃいいっすね。これなんか僕ら世代が似合いそうな感じ。そう、30代、30代、40代とか、そうそうそう、若い子はもう履かないかもしれない。ちょっと年取ってくるとこういうのに行きたくなる。ぜひ見てください、見てみてください。ただアウターとしてはとりあえずノースフェイス、うん、やっぱりすげえ。今年僕も買いますよ。何か、そのニプシージャケットっていう普通のダウン、そうそうそう、モコモコしてるやつ、あの結構ガッツリめ、ガッツリめってこうベイマックスみたいなのちょっと黄色を狙おうかな。黄色なんだね、はい、今年黄色なの。今年はもう去年から決めてたんですけど、もう黄色着てみたい。なるほどな。いつも黒とか迷彩とかだったんで、うん、迷彩ってイメージはある。そうっすよ、黄色、黄色いっちゃう、はい、ちょっと派手めに、派手めに攻めてみようかな。ぜひ皆さんもおすすめのアウターとか、これこそめっちゃいい服があったらコメント教えてください。あとはこれ何か紹介してくれてるのがあったらちょっとコメントもらえると、サブちゃん本当はこういうの撮りたいんで。バイクとかこういう服とかの動画を撮ってきたので、皆さんちょっとぜひコメントをください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今年の冬のアウターはノースフェイスで僕が行きます、はい、そしていろいろ着た結果、ノースフェイスが最強説っていうのがちょっと出始めてきてます。そうですね、はい、またいいのがあったらお伝えしたいと思います、はい、以上、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。